こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年トランプ大統領来日の際、安倍総理と護衛官加賀に自衛隊、米軍が並び、総理と大統領の演説を聞いて、鳥肌立ったのを思い出す。あれから時は、流れ日本は、平成から令和へと変わるとともに、日米連携が、重要視される昨今だ。護衛艦伊豆、物回収が行われる今年、加賀も、また、次回のドック入りの時回収される予定だ。F-35B ステルス戦闘機艦載可能にするためで今すぐにでも回収したいだろうが、それは予算との兼ね合いもあり、防衛の面でも一隻ずつの回収となる。しかし、加賀には今でもすごい性能が秘められている。それは出雲もまた変わらないのだが、今現在の加賀を紹介していこう。一番艦である護衛艦出雲の知名度の高さの陰に隠れて、今一つマイナーな印象とも感じられるのが、平成29年3月に、就役した出雲片護衛艦の2番艦加賀ではなかろうか。もちろん同型艦であるため、護衛艦加賀のスペックは出雲と同様であり、全長248メートル。全幅38メートル、基準排水量19500トンという海上自衛隊で最大の艦容を誇る。この護衛艦加賀や出雲の前級にあたるのが日向片護衛艦で、同艦より艦隊上部の飛行甲板が一面平らな、いわゆる全通甲板を採用した外艦上からは航空母艦的な艦艇となっていた。もう少し遡れば、補給艦大隅あたりからこの全通甲板は採用されており、ここらから複数のヘリコプターを同時発着艦させるノウハウを積み上げ出雲片護衛艦につながったと言えるだろう。護衛艦加賀は出雲と同様に航空母艦化を実現するための改修が施されることが決定しているが、就役時から海上自衛隊ではヘリコプター搭載型護衛艦と呼称されている。実質的には海外のメディアなどでは航空母艦化改修が決定する以前から、すでにヘリコプター空母という位置づけで紹介されることの多かった。護衛艦加賀だが、その大きな理由に兵装が挙げられる。これは護衛艦加賀はシウスと呼ばれる 20mm 機関砲やシーラムと呼ばれる艦対空ミサイルを実装してはいるものの、自衛用の最低限の兵装に過ぎず、多くを他の旅艦に任せる仕様だからだ。その意味においては護衛艦加賀は単艦での作戦行動は元から前提とされておらず、次艦を護衛する艦艇との艦隊運用が基本となっており、艦隊司令部として指揮を行う艦艇ということができる。加えて、対潜哨戒任務用の SH-60J-K ヘリコプターを最大で7機搭載することが可能であり、広大な日本の領海への敵潜水艦の侵入を防ぐ艦艇として現状は主に中国海軍への抑止力となっている。護衛艦加賀は2018年9月には中国が圧力を強める南シナ海へと進出し、同海域において潜水艦黒潮と共に対潜哨戒訓練を実施。その行為対潜哨戒能力を誇示することとなった。また、同年に、
護衛艦加賀はイギリス海軍のフリゲート艦との共同訓練をスマトラ島西方沖にて両艦稲妻と実施し、中国海軍への牽制役を担うことを再度印象づけるものとなった。さらに同年の10月には今度はインド海軍との合同訓練ジムクス18にも護衛艦加賀は参加し、インド太平洋地域における派遣訓練を重ねてその存在感を存分にアピールしたと言えるだろう。翌年の2019年5月に日本の横須賀へと戻った護衛艦加賀は、トランプアメリカ大統領と安倍首相を艦上に迎えて政治的な場面でも世界の注目を集めることとなった。その後2019年9月末から10月初旬にかけて護衛艦加賀はインドアメリカとの3カ国による共同訓練に加わり、対戦哨戒を含めた大規模な訓練任務への参加が引き続き行われた。冒頭では一番艦出雲よりも地味な印象だとは述べたものの、トランプ大統領や安倍首相の上官は航空母艦化が決定した後のことでもあり、 F-35B ステルス戦闘機の導入と並び大きく報道された。一説には同盟国への武器輸出による外貨獲得を推進しているトランプ大統領が日本に対して F-35B ステルス戦闘機を多数導入するように働きかけた契機となったとも言われているが、それも頷ける。現時点で日本は F-35B ステルス戦闘機を合計で42機、これら護衛艦加賀出雲での運用を実施する計画で調達を進めているが、これが一気に具体化したと感じられるからだ。防衛省としては F-35B ステルス戦闘機を調達はするものの、これらを回収を終えた護衛艦加賀や出雲に常時艦載機とすることはせず、必要に準じた運用とすると説明している。こうした見解は、航空母艦といういわば攻撃的な艦艇を常備することを批判されぬよう、国内の政治的な配慮のもとになされているようにも感じられるが、その真意は定かではない。ちなみに、護衛艦加賀は、総員で、乗組員約520名ほどと公表されており、このうちの約50名は司令部人員が占めているため、純粋な乗組員としては約470名ほど見られている。海上自衛隊最大の護衛艦加賀が470名という乗組員数であることは、少ないと感じるかもしれないが、最新鋭のマヤ型イージス護衛艦でも約300名に過ぎないことを考えれば、納得がいくかもしれない。昨今のジェンダーフリー推進の流れから、護衛艦加賀本体の乗組員の約40名ほどは女性自衛官となっており、すでに女性の艦長も誕生している現状を反映したものとも言えそうだ。今後、F-35B ステルス戦闘機の配備と並行して、搭乗員の育成も進められるが、航空母艦としての運用には、そうした人材面を含め、まだまだ時間を必要としているのが実情である。